今回は SBI で外国株式デビュー、日本だけじゃない米国株をポートフォリオに初級編と題し、特に外国株式の経験がまだないという方に知っていただきたい内容をわかりやすくご説明いたします。まずは外国株式がどのようなものかご説明いたします。外国株式とは外国の取引所に上場している株式のことです。SBI 証券では 日本にいながらアメリカや中国など9カ国の外国株式をお取引することができます。Google や Apple、Amazon など世界的に有名な企業の株式も取り扱っています。ですが、外国株式といってもどの国に投資すればよいか迷ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。もし初めての外国株式投資であれば、 まずは世界で最も市場規模が大きい米国株式から始めるのがおすすめですその理由をこれからご説明いたします今回は米国株式をおすすめする理由を3つご紹介させていただきますまず 1. アメリカ経済の成長率からご説明いたしますこのグラフは 2011年から2020年11月5日までの S&P500 とトピックスの伸びを表したものです S&P500 はアメリカの主要産業を代表する500社の株価の元に算出され500社の時価総額は米国株の時価総額のおよそ80%を占めていますトピックスとは当初株価指数の別名で 東京証券取引所に上場しているすべての銘柄を対象に算出されたものです。2011年からのおよそ10年間でトピックスはおよそ1.8倍、S&P500 はおよそ2.6倍となっており、アメリカ経済の成長率の高さがわかるかと思います。次に、理由2、米国株の特徴についてご説明いたします。 米国株式と国内株式には様々な違いがありますがご注目いただきたいのは最小取引単位と配当についてです。まず取引所で取引されている最小取引単位ですが国内株式は100株であるのに対し米国株式は1株から取引をすることができます。国内株式と比較して少額から投資をすることができ初めての方も始めやすいと言えます。 次に配当についてですが国内株式は年1、2回の企業が多いのに対し米国株式では年4回の企業が多くなっていますまた日本の場合3月に確定した配当は5月に受け取れることが多いですが米国の場合3月に確定した配当は4月中に受け取れることが多く配当の受け取りまでの期間が短いことも大きな魅力です 最後に理由3世界的な大企業に投資できるについてご説明いたしますこちらは世界の時価総額ランキングです赤くなっている項目がアメリカ国籍の企業ですが世界の時価総額トップ10のうち7社がアメリカ国籍の企業となっていますこの表を見ても世界を代表する企業がアメリカに集まっていることがお分かりいただけるかと思います また6位のアリババグループホールディングは ADR として米国の取引所にも上場しており米国株式のように取引を行うこともできますこのように世界的な大企業に投資できることが米国株式をおすすめする3つ目の理由ですそれでは次に米国株式はどのような操作で買い付けを行えばよいのかをご説明いたします まずは、外国株式口座が開設されているかを確認してみましょう。基本的には、SBI 証券の総合口座を開設する際に、合わせて外国株式口座も開設されていますが、総合口座を開設した時期や方法によっては、外国株式口座が開設されていない可能性があります。それを確かめるには、ログイン後の SBI 証券ホームページの画面右側、 外国株式と書いてある部分を確認してみましょう。取引となっている場合は、外国株式講座が解説されていますが、解説となっている場合は、外国株式講座の解説が必要です。解説されていない場合でも、解説ボタンから、もちろん無料で簡単に外国株式講座の解説ができますので、ぜひお試しください。 外国株式口座が開設されている状態であることを確認したら、次に、外国株式取引のための専用サイトである外貨建て商品取引サイトに移動しましょう。ログイン後の SBI 証券ホームページの画面右側、お取引口座開設の欄の外国株式取引ボタンをクリックすると、外貨建て商品取引サイトに遷移します。 SBI 証券のメインサイトから直接は外国株式の取引はできませんので、ご注意ください。次に、取引画面に移動しましょう。外貨建て商品取引サイトの画面上部、取引タブをクリックすると、注文入力画面に遷移します。取引タブをクリック後に遷移する注文入力画面でも注文発注はできますが、 特に初めての方には、株価を見ながら発注できる画面から発注することをお勧めいたします。買い付けを選択後、買い付けしたい銘柄のティッカーを入力し、株価表示をクリックすると、株価を見ながら発注ができる画面に遷移いたします。株価を見ながら注文ができる画面に遷移しましたら、注文の詳細を入力していきましょう。まずは、株数、注文方法、 価格を入力します次に注文が適用される期間預かり区分を入力しましょうまた米国株式では米ドルはもちろん日本円でも取引を行えるため決済方法を米ドルとするか円とするかを選択してください注文の詳細の入力が完了しましたら取引パスワードを入力後注文確認画面をクリックしてください 注文確認画面で注文内容をしっかりと確認した後注文発注ボタンをクリックすると注文が完了しますそれでは最後に米国株式投資が初めての方に特におすすめしたい SBI 証券の魅力をご説明いたしますまずは米国株式の手数料についてご説明いたします SBI 証券の米国株式の手数料は 薬状代金の税抜き0.45%最低手数料は0ドル最大手数料は税抜き20ドルと業界最低水準となっておりますまたニーサ・ジュニアニーサ口座での海外 ETF の買い付け手数料は無料また米国 ETF9 銘柄は買い付け手数料が無料となっているなどお取引いただきやすい環境が整っています 次に強力なアナリストによる投資情報についてご説明いたします投資情報の閲覧方法は SBI 証券メインサイトからマーケット・レポートの順でクリックいただくと閲覧することができます外国株式関連の投資情報はすべて無料で閲覧することができます多くのレポートの中からどのレポートを読めばいいのかわからないという方におすすめのレポートをご紹介いたします 何から始めて良いのかわからないという方には、広瀬の外国株式海外 ETF デビュー講座がおすすめです。初めての方にも分かりやすく、米国の指況や米国株式投資にあたっての考え方などをご説明しています。銘柄が多くどれに注目したらいいかわからないという方には、アメリカナウがおすすめです。毎週、様々なトピックで注目の米国株式を紹介しています。 注目すべきトレンドや銘柄について分かりやすく掲載しています。その他、詳しい企業の情報が知りたい方には、ワンページャー、最新の話題について知りたい方には、SBI グローバルウォッチがおすすめです。最後に、IPO スピードキャッチのご紹介をいたします。IPO スピードキャッチとは、米国、香港の IPO 情報を素早くキャッチできるサービスで、 原則、IPO スピードキャッチで取り上げている銘柄は、上場初日より取り扱いを開始いたします。こちらのサービスは、ログイン後の SBI 証券メインサイト、外国株式タブをクリックいただくか、外貨建て商品取引サイトの投資情報タブをクリックいただくと閲覧することができます。米国、香港の IPO 情報は随時更新されていますので、定期的にご確認いただくことをお勧めいたします。 初級編は以上となります。中級編、上級編の動画もご用意しておりますので、ぜひご覧になってみてください。ご視聴ありがとうございました。